ばい、あいつ生かれてる。ミスワンダ、自己紹介させてください。僕はレックス、最も高貴な生まれのコーギーです。何のこと？ご迷惑だったらごめんなさい。でも魅力的なあなたにすっかり心を奪われてしまったんです。なんで変なのしか寄ってこないの？よければ朝食を食べながら話しませんか？それは食べない方がいいわよ。確かにミシュランには乗らないけど、まあここの料理はこんなもんでしょ。あいつ死んだ。食べてるのタイソンに見られたら終わりよ。大丈夫、きっとおとなしくなりますよ。僕が女王のトップドッグだと知ればね。あなた本当イカれてる。そう、あなたの魅力に。遅かれ早かれ誰かが僕を迎えに来ますから、その時はあなたも一緒に。遠慮してよ、レディと話してるんだから。うるさいな。何の話だっけ。王室育ちのわがままコーギーレックス。僕は陛下のトップドッグだから。ひょんなことから彼は宮殿の外に飛び出した。そこで待っていたのは初めての大冒険と、さあ行きましょう、最高の仲間たち。ブラボー、最高。この秋一番の大騒動を見逃すな。ロイヤルコーギーレックスの大冒険。